チュース、フィーズオブケークのショータンです。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。都内某所に来ております。はい、本日1周年を迎えました。いや、ありがとうございます。 YouTuber っぽいですね。こんなことやってんの。ありがとうございます。YouTuber っぽいよ。でね、1周年を迎えて、はい、今日は皆さんにご報告があり、ちょっと外じゃなきゃ撮れないということもあり、都内某所に来ております。はい、ちょっとね、もうね、日も沈みつつあるので、はい、綺麗な夕日。うん、本当ね、夕日な状態なんですよ今。はい、うん、それなので早速本編の方で発表をさせていただきたいと思います。はい、それでは本編のご覧ください。どうぞ。はい、どうも。はい、どうもどうも。こちらピスケ号買いました。はい、はい、今までね、いろいろ出かけてたのはプリウスアルファだったんです。はい、でもね、ちょっと今回今年中に入ると言ってたメンバーがちょっと諸事情がございまして、はい、入るんですよ、入るんですけど、今年中に入るかどうか分かんなくなったんで、はい、それが判明する前にちょっと車を予約してたもので、はい、大きくしちゃったんですよ。いかんせんね、ちょっとあの現役の力士の中でもね、あの比較的上から重い部類の上の方にいる方なんで、どっちもでけえ、うん、まあ、その方が乗ってもいいような感じで、ね、ちょっと今回このアルファード1周年ということで買っちゃいました。金かけてるね、このチャンネル。1周年記念で買っちゃいました。すごいっすね。はい、もちろん一番ハイグレードのやつですか。いや、一番ハイグレードのやつだといろいろね、諸事情があったんですよ。これの問題じゃなくて、はい、これやめろやめろ、これいやらしいからやめろこれの問題じゃなくて、あのさっきも言ったみたいに、新たなメンバーの方がでかいブルーじゃないですか。人類総合的に見てもでかいブルーじゃないですか。でかいっすね。はい、はい、それなんでね、高いグレードだと後で見せますけど、真ん中のシートのところがこうアームがあるんですよ。あ、仕掛けが、はいはいはい、そこがね、こう内側にスライドのボタンがついてるんで、乗りました、ずっと椅子が前後に動くっていうねちょっとそんなのもあったりしたんで、ここのアームがね、ないやつを探して、ちょっとピスケ GO、 ペン持ってきて。いや、書くなよ。ペン持ってきて、サイン書くから。あかんから、やめておくれやめておくれ。白ってことはホワイトボードと一緒じゃないですか。いやいや、納車直後納車直後、それはやだはい、これがね、まずセカンドシート部分ですね。はい、はい、さっきも言ったようにアームがね、肘置きがないっていう、うん、こうやって乗るじゃないですか。まあ、ここないっていうのはやっぱでかいっすね。ここ、うん、だらーって、ショフタンでそこにはまってるってことはですよ、新メンバーケツ入んねえぞ本当に。あと、ここの幅が広いね。うん、あとここの椅子の間隔だと真ん中にあのテーブルが出せるんです。バインって出せる。あ、ドリンクホルダーとかがついて、4つついてますからね。うん、まあ後ろの席用だよね。うん、であと、あの車内で飲み食いする人多いんで、うん、いい感じですね。はい、あとね、これね、エンジンかけなきゃいけないんだけど、ここがね、モニターあるんですよ。あ、そうです、ここモニター、モニターがここにデーンってなるんで、例えば映画とか前でかけてると後ろでもがっつり見れる。でまあ、3列目はね、乗ることほぼほぼないだろうから荷物置き場になるかなっていう。さっき上げてていいね、上げるとダメなんだ。まあいいけど、上げてそこ固定しとくね。うんうん、だってそしたら荷物とかも行かないし。まあね、広すぎて足組めちゃいますよ。あ、それ組んでるんだ。はい、これしかできないです。これ以上ダメですよ。ナイス、これ言ってねえよピースオブケーキ。あの運転席のとこにはね、ショータンがね、乗り物酔いするんで、乗り物止めとかね、酔い止めか、酔い止めとかね。まああとは、あ、そうだ、あと後ろあれがあったんだ。このゴミ箱のね、陰に実はね、電源があるんですよ、ここにコンセントが。どっちだと編集できますかね。ここでね、電源が取れるんで編集ができるっていうね。あとはまあこんな感じでね、あと普通ですね。うん、で後ろの人がね、でっかい人が乗ってもいいように、今回バックミラーが、これがね、電源入れるとね、ミラーじゃなくなってモニターになるんですよ。後部座席に人が乗ってても全然平気っていう。あとは特にないっす。はい、
相当暗くなってきたんで。てな感じでピースオブケークに新たなメンバーが増えたということで、はい、まあ1年経ちましたが、はい、これからも2年3年長く頑張っていけるように頑張りたいと思いますので、はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はねこの辺ってことで、はい、明日からも予定通り動画出るんで、はい、見てください、はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーのチャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーのチャオ。